全く知らなかったとはいえ、まだアジアの方でしたから良かったです。そこまで日本人と宣伝ポイントが変わりませんからね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。ということで、今回以前よりずっとリクエストをいただいていたグループの感想額に着手することになりました。ずっと継続的にいろいろな方からリクエストをいただいていたのですが、僕が本当に一切知らないので避けていました。ガチでグループ名をかろうじて聞いたことがあるだけ、それだけです。そのグループは BTS。 芸能に疎いので、どのくらい人気があるのか、再生数がどのくらいいくのかさえも未知数です。今回は調べながらやっていきます。今ウィキペディアを見たところによりますと、合計7名と書いてありましたので、前編後編に分けるしかなさそうです。いつものようにチャプター分けしてありますので、お好きな項目まで動画をスキップさせてくださいね。前編の再生数がいまいちなら後半は作らないかもしれません。はい、それでは本日の項目です。項目 1BTS とは、項目 2JIN さんを感想枠で見る、項目 3SUGA さんを感想枠で見る、項目 4JHOPE さんを感想枠で見るの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目 1BTS とはです。さて、本当に全く知らないのでネットで調べながら台本を書きました。間違ってたらごめんなさい。元記事や元データが誤情報であっても、真贋を判断する術が僕にはありませんので、ある程度ふわっと聞いてください。 BTS は韓国の7人組アイドルグループです。ビッグヒットミュージック所属、別称は防弾少年団で、略称はバンタンというそうです。公式ファンクラブ名はアーミーで、公式キャラクターはタイニータンと書いてありました。2005年2月1日、作曲家のパン・シヨクさんが JYP エンターテインメントから独立し、ビッグヒットエンターテインメント現ハイブを設立します。2010年9月、パン・シヨクさんが自身初のヒップホップグループとなる防弾少年団のメンバーを募るため、ヒップホップオーディションヒットイットの開催を告示しました。防弾少年団というグループ名はその時から存在し、当初は2011年にデビューさせる予定でした。オーディションは当時すでに練習生だった RM さんともう一人の練習生とのラップ対決方式で、応募者は2人と同じ曲でオリジナルラップを作って競い合ったそうです。2011年7月、2度目のオーディションを開催。2011年8月には RM さん、SUGA さん、J-HOPE さんによる方言ラップ「ハルドガンさん」が公開され、テレビ番組で取り上げられたりもしていました。結果的に約30人近い練習生が防弾少年団プロジェクトに参加し、幾度のコンセプト変更やメンバーの入れ替えを経て現在の形となりました。当初は歌とラップに集中するヒップホップグループとして活動する予定でしたが、ダンスパフォーマンスに重点を置いたアイドルグループへコンセプト変更しており、それを受けて辞めていく練習生もいました。2012年12月17日、防弾少年団の RM さんとしての映像が公式ブログにアップされました。それから徐々に非公開練習生だった B さんを除いたメンバーの名前や映像などが公開されていきました。メンバーは Twitter やブログなどを通じてファンとコミュニケーションを図り、 YouTube やサウンドクラウドでカバーソングなどを発表していきました。また 2AM のチョ・ゴンさんのバックダンサーとして音楽番組に出演するメンバーもいました。2013年5月20日、ブログを暫定的に閉鎖し、代わりに公式ホームページを公開して正式にデビューすることを発表。5月27日、1人目のメンバーとして、それまで SNS などに一切姿を現さなかった B さんのティザー写真を解禁し、続いて他のメンバーの写真やデビュー曲のティザーを公開。6月12日、学校3部作の第1弾となるデビューシングルアルバム「2クール4スクール」を発売。翌日に音楽番組「M カウントダウン」でタイトル曲「ノーマードリーム」を披露し、デビューを果たしました。2016年3月、フォーブスが発表しました。ここ30日間で最もツイートされた10のアーティストで、カニエ・ウエストやジャスティン・ビーバーを抑え、約539万リツイートを獲得して1位になりました。10月10日、セカンドフルアルバム「ウィングス」を発売。本アルバムは予約時点で約50万枚の注文があり、月間売上は約68万枚、年間売上は約75万枚に到達しました。この月間年間売上数はガオンチャートの最高記録を樹立しました。2017年1月、セウォル号沈没事故の遺族へ1億ウォンを寄付しています。2月13日、セカンドフルアルバムウィングスを改編したサードリパッケージアルバム You Never Walk Alone を発売。これは予約注文約70万枚、月間売上は約71万枚を記録し、ガオンチャートで自身が持つ前作の最高記録を更新しました。またビルボード200でも61位を獲得し、これにより韓国史上初となる4作連続チャートインを記録します。
2月から7月ワールドツアー 2017BTS ライブトリロジーエピソード3を開始。北米、南米、アジアと全10の国と地域で計17都市を回り、全32公演で約40万人を動員しました。10月初の日本ドーム公演ウィングスツアースペシャルエディションを京セラドームで開催。2日間で8万人を動員しました。2018年4月4日日本サードオリジナルアルバム Face Yourself を発売。5月18日サードフルアルバムを発売。アジア圏出身者としては初めてビルボード200で1位を獲得しました。2019年2月10日アメリカのロサンゼルスで開催された第61回グラミー賞受賞式に最優秀 R&B アルバム賞のプレゼンターとして出席。韓国アーティスト初の参加となりました。2022年5月31日アジア太平洋諸島系アメリカ人へのヘイトクライム問題の意見交換のためにアメリカのホワイトハウスを訪問。ジョー・バイデン大統領と面会しました。6月14日にグループ活動一時休止を発表しています。さらっと目立った部分だけを紹介しましたが、そこそこ長くなってしまいましたね。それではお一人ずつ見ていきましょう。次の項目です。項目2、ジンさんを感想枠で見るです。一人ずつ見させていただきますが、順番はグループ感想枠恒例のウィキペディアの順番に上から見ていきたいと思います。軽くそれぞれの人物を紹介させていただいた上、感想枠センターに入っていきますね。ジンさんは韓国出身の歌手シンガーソングライター、軍人韓国の男性ヒップホップグループ BTS 防弾少年団の最年長メンバーです。本名はキム・ソクジンさんと言います。父親は外資企業の役員 CEO で、愛車はポルシェ・パナメーラ、ランボルギーニ・アベンタドールを所有していると言われています。1992年12月4日大韓民国で生まれました。両親がお金持ちで父が社長。中学時代、韓国の総合エンターテインメント会社 SM エンターテインメントにスカウトされ、一次審査合格の知らせが来るも詐欺だと思って断った話はファンの間では有名らしいです。高校1年生の頃の夢は新聞記者でしたが、高校2年生の頃に見たドラマ「存続女王」でのキム・ナムギルさんの演技に感動し、役者を目指すようになったらしいです。2011年倍率210倍のコングク大学校映画芸術学部に入学しました。ある日の通学中、ビッグヒットエンターテインメント現ビッグヒットミュージックからのスカウトを受け、オーディション後に研修生として入所しました。2017年2月22日に同大学を卒業し、同年ハニャンサイバー大学経営大学院広告メディア MBA に入学しました。2018年、ギャラップが発表した世論調査では、韓国の有名なアイドルランキングで11位にランクインしています。2020年12月1日、韓国国会は BTS などのポップスターが兵役義務を30歳まで延期可能とする法案を可決したため、ジンさんは兵役を延長しましたが、2022年10月入隊延期の取り下げを申請し、12月13日現役入隊しております。除隊予定日は2024年6月12日ということです。では感想枠で見る前の注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は本日の3名に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想枠と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。情報先入観はなしで、できる限りフラットで見るように努めます。では僕はワイプに移動します。いろいろ写真を見たのですが、兵役に行かれたのでこの坊主になった画像が一番見やすいですね。ご本人からしたら大変でしょうけどね。では顔型から見ていきましょう。顔型は細い円型ですね。これは非常に明るく対人運が良いタイプであり、器用で何でもこなす芸術家向きです。仕事的にはアイドルではなかったら人と人との間を取り持つような業種が向いていると言われています。額は非常に良いんですよね。ものすごく広く、シワや紋などがなく、張りがあります。聡明ですし、非常にマニアック読みになって申し訳ないんですが、額の真ん中、面相枠では、視空という部分からの広がりがすごく良いので、希望通りの人間になれるというリーディングをします。生え際もくっきりしながら、緩やかな円型ですので、優しさや穏やかさが見れますね。眉毛も整えていますので、元を想像しながら読み取りします。長く密度も濃いので、家庭運も仕事運もお金も良い眉です。電卓の感覚もちょうど良いですね。目は包容力があり、こちらも性格が穏やかという読みができる形ですから、吉相でございます。鼻は普通ですね。均衡が右と左で少しだけ違うので、投資やギャンブルなどせず、地道に仕事をするのがいいです。人中は目立っているので、ここもよし。唇は人情味がありますが、それゆえ人から騙されるのを注意しないといけませんね。一番年上と書いてありましたが、変な部分の張りがないので、わががわががのマインドがないため、非常に人当たりがいいですね。
全体的に見てわかるのは、さすがお金持ちだけあって気品があることと、やはりその点で余裕があるのか、焦らずじっくり人のことを助けてあげられたり気にかけてあげられる男性ですね。いきなり一人目から大吉走の顔でしたけど、あと6人見ますが吉走度でこの方を抜ける人はなかなかいないんじゃないかなというくらい良い顔ですね。まあ僕は一切情報を知らないので当たっているかどうかわかりませんが、忖度なし、前情報ゼロで見るとこういった診断結果になりますね。ある意味全員を今日まで見たことがなかったのでフルフラットで見れますね。それでは次の項目です。項目3、シュガさんを感想枠で見るです。今日初めて見た時は菅さんとお読みしそうになりましたが、シュガさんと発音するようです。シュガさんは韓国の男性ラッパー、作曲家、編曲家、作詞家、音楽プロデューサーです。7人男性ヒップホップグループ BTS 防弾少年団のメンバーで、本名はミン・ユンギさんというそうです。ソロ名義はオーガスト D、 アンダーグラウンド時代の名義はグロスというそうです。読み方が間違っていた場合はごめんなさい。1993年3月9日生まれで、小学5年生の時にヒップホップグループエピックハイに憧れてラップを書き始めました。13歳でミディを学び、作曲を始め、ソウルの芸術高校に進学を志し、クラシック音楽の作曲も勉強しますが、家庭が裕福ではなかったため金銭的な問題で諦めました。地元の高校に通いながら音楽スタジオで働き、録音機材や音響機材の知識を独学で習得、編曲作業を行うほか、自身でビートを作って売るようになりました。小銭稼ぎに自身の高校の校歌の編曲もしました。その傍らで地元を拠点としたインディーズのヒップホップグループ D ダウンのクルーとしてグロスという名義で作曲家、プロデューサー兼ラッパーとしても活動。2010年に音楽プロデューサーのパン・シオクさん率いる新鋭芸能プロダクションビッグヒットエンターテインメントがヒップホップグループを作ることを目的に開催したヒットイットオーディションに参加、バトル形式のラップオーディションで2合格し、18歳で親の反対を押し切りソウルに上京。すでに最初の練習生として入所していたアンダーグラウンドラッパーの RM さんに続き、現在の BTS メンバーの中では2人目の練習生としてビッグヒットエンターテインメントに入所、約2年半の練習生生活が始まります。練習生の頃はグループのパフォーマーというよりはプロデューサーとしてデビューすることを目標に、毎日スタジオにこもって作曲作業に没頭していました。しかし練習生として楽曲制作の日々を送る真っ只中で、防弾少年団のデビュープロジェクトがヒップホップグループからダンスボーカル重視のアイドルグループにコンセプト転換し、ヒップホップを志す他の練習生たちは次々と辞めていきました。自身もヒップホップクルーの頃のように楽曲制作者とラッパー、パフォーマーというクリエイター集団的なものを理想としていたため、やめて元の志望である作曲家とプロデューサーの道に進もうと悩みましたが、ラップと作曲の才能を見抜いていたパン・シジョクさんはじめ事務所に説得され、ヒップホップとアイドルという両極端のものの間で葛藤しながらもメンバーとしてデビューを目指すことを決意しました。作曲作業の傍ら、慣れないダンスレッスンも受け始めます。2013年6月13日防弾少年団 BTS のメンバーシュガとしてデビューしました。2020年11月3日から12月30日、8年前にあった交通事故で損傷した左肩の手術を受けるため活動を休止しました。2021年12月23日新型コロナウイルスに感染していたことが明らかになりました。それでは感想枠で見ていきましょう。写真によっていろいろな表情があったのですが、この画像でいきましょうかね。顔型から見るんですが、こちらは非常によく金運、財運、仕事運が特にいいと見ます。額は普通ですね。肺は丸型と直線の間くらいです。天気や読み取りもできるんですが、これが面相読み取りの難しいところで、他の部分と合わせ読みしますと直線型を強く加味するべきですから、頑固、意志が強いというのが一番ベターでしょうね。眉は眉頭から眉尻まで長いので非常にいいです。アイデアマン、頭に描いたことを現実化できる才能があると見ます。電卓も普通、インドはいいですが、三根は少しだけ広いのでちょっとマイナスですね。目と合わせ読みするんですが、目は一点集中型で一つのものを突き進む職人タイプです。なので本来はこういったグループで活動するよりは一人で黙々とする作業の方が向いているはずです。下まぶた、画さんはいい感じなんですが、この中低部分ではよからぬものに手を出してしまうとそっち側にも突っ走ってしまう傾向があるので注意が必要ですね。鼻中、粘上、樹上あたりは普通ですが、鼻自体の形はプラスです。お金には困らないでしょう。人中は三根から見ると予想外なのですが、長さも深さもいいのでこの部分で相殺できるので良かったですね。ほうれい線も特に悪くありませんが、このシュガさんを見る画像によって顔型の変化がよく見られるので、その点健康運には注意しないといけないでしょう。口元は喫起を合わせ持ちで、
通常時は我慢や辛抱ができ冷静な態度を取りますが、一回切れると暴言を吐いたりするのではないでしょうか。ただこの点は年を取るにつれて減っていくと思います。全体的に見るとシュガさんは淡々と一人で物を地道にこなしていくタイプで、前述しましたが職人気質であります。何にでものめり込んでしまうので、変なものにさえ手を出さなければ問題はないはずです。グループアイドルでも成功していますが、研究家とか学者のような仕事でも大成するような方ではないかなと予想します。それでは次の項目です。項目4、J-HOPE さんを感想枠で見るです。J-HOPE さんは1994年生まれの韓国出身のダンサー、ラッパー、歌手です。男性ヒップホップグループ BTS 防弾少年団のメンバー、本名はチョン・ホスクさんといい、BTS のラップ担当で BTS のダンスリーダーだそうです。2010年ビッグヒットエンターテインメント現ビッグヒットミュージックへ練習生として入所。2013年6月13日防弾少年 BTS のメンバーとしてデビューしました。家族構成は両親と5歳上の姉、父親は国語教師を務めています。姉であるチョン・ジュさんは YouTube チャンネルを運営しており、ホビヌナという愛称で親しまれています。2018年時点で純資産総額は1200万ドル以上とされ、メンバー内で最高額とされています。と J-HOPE さんについては情報が少なかったので、このまま感想はコーナーに突入します。この写真で見ていきましょう。無数に画像を見ましたが、 J-HOPE さんは見る顔によって少しずつイメージが異なりますので、面相読み取りはかなり難しい方の方だと存じます。顔型は縦に長いですね。こういった仕事でなければ常人がやらないような変わった仕事で財を成す面相と言われております。まあそもそもアイドルグループというのもなかなか特別な仕事ではありますけどね。期待はよし。生え際はこの写真では見れませんので、他の画像で見ましたが、少し気分屋さん的な感じですかね。眉は吉居合わせ持ちで、芸術面には向いてますが、色難注意すべしと言われているそうでありまして、要するに女性には気をつけようというそうですね。この辺はちょっとオカルト要素が入ってますが、一応話しておきました。電卓が少し狭く、参考も少し広いので、この部分は少々マイナス読み取りになりますが、そこまで気にするほどではありませんね。次に目なんですが、こちらも生え際と似たような読み取りでいいですね。この目の作りは、気性が上下すると言われておりますので、優しい時は神ほど優しいですが、切れる時はガチ切れに切れますので、吉居合わせ持ちですね。とにかく自分の気持ちに正直ですから、いかなる時も感情そのままストレートで来るってことです。鼻は微中はいいですし、順当もいいですが、穴はギャンブルや投資には向きませんので、やらない方がいいでしょう。鼻の横の評判は良いですね。人が寄ってくるタイプであります。人中は普通、ほうれい線はいいので健康をもよし。耳は良くないですね。口元は情に厚く、人との間を取り持てますので吉相でございます。 J-HOPE さんを全体的に見ますと、自分の気持ちに素直で一直線で、下手な絵は描かない人間ですね。こういった男性には他の人も真正面からぶつかっていくことです。嘘をついたり騙そうとした場合は許してくれないでしょう。純真な人には優しく接してくれるはずです。はい、ということでまず3名を見ました。全く知らなかったとはいえ、まだアジアの方でしたから良かったです。そこまで日本人と宣伝ポイントが変わりませんからね。この動画をアップして再生数が結構回ったら、残りの4名の台本も書きたいと思います。はい、というわけで本日は BTS 感想枠前編、3名の方を感想枠で見させていただきました。ありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。